こんにちは、おもかげです。最近アメリカではレコードの売り上げが CD を上回るなどアナログ文化の再評価が進んでいるようで、日本でも懐かしのフィルムカメラを持つ人を見る機会が増えました。デジタルカメラなんて想像もできなかった時代にケチケチ撮影してはジメジメした暗室で現像していたことを思い出すと、もうあの頃に戻りたいとは思いませんが、それでもフィルム文化が再発見されることはとても嬉しいです。PC 一つで完結できるデジタルとは違い、現像、プリントとそれぞれが独立した作業だったフィルム時代。当時、学生だった僕は海外に行っては写真を撮り、フィルムの整理を待たずにまた次の旅行に出ていたこともあり、今でも僕の荷物置き場には箱いっぱいのネガフィルムが未整理のまま残されています。何度か重い腰を上げて整理を試みるも、その量と作業の煩雑さに根を上げて今に至っています。そんな折、フィルムラボなるアプリを発見しました。いわくこのアプリをスマホにインストールすればネガフィルムをそのまま撮影するだけで一瞬でデジタル化してくれるというのです。マクロレンズにアダプターをつけて1枚1枚デュープしては PC で反転することと比べると驚くほど簡単です。というわけでね、今回は僕が約20年ぐらい前に海外を旅行する中で撮ったもののですね、まだ整理されていないこういったネガやポジフィルムっていうのをこのフィルムラボというねアプリを使って、ちょっと整理してみようかなと思います。はい、というわけでね、今日はこの僕の未整理のフィルムたちをね、ちょっとアプリケーション、スマホのアプリを使って整理しようと思っているんですけれどもね、ここにあるのはね、まだ全体の一部なんですけれども、まあ、海外でね、撮ったものということで、この辺になるかなということで、一応ね、なんだろう、ほとんどのフィルムっていうのは、まあ、いわゆるコンタクトプリントだとかね、ベタ焼きって言われるものを撮ったりして、チェックはしてるんだけれども、それがね、こう、ガサッともう一箇所に集めた状態で、整理っていうのがね、全くできていないんですよ。で、それをね、まあ、ちゃんと整理しなきゃなと思ってたんだけれども、それまではね、こういう、一眼レフとかのレンズ交換式カメラに、マクロレンズをつけて、で、こういうね、これもニコンが出しているアダプターなんだけれども、これを先につけて、で、ここに一枚一枚ね、シートを入れていって、接写して、それをまあ一旦 PC に取り込んで、Lightroom とか Photoshop を使って判定させるっていう、で、そういうね、もうほんとね、この量を考えると気の遠くなるような作業だったんですね。この36枚のね、1枚のシートをね、取り込むだけでもうそれだけで1日作業になっちゃって、もうさすがにね、もう全然長続きしなかったんですけれども、今回ね、紹介しようと思っているのはこのフィルムラボっていうアプリなんだけれども、ポジフィルムだとかネガフィルム、カラーネガ、モノクロフィルムも、このスマホで撮影するだけで、こう、アプリが自動的に反転させたり、色調っていうのを編集してくれて、まあ見える形にしてくれるっていう、そういうね、アプリなんですけれども、これがね、まあ実際どれぐらい使えるのかっていうのを、まあ今日ちょっと試してみようかなと思っています。ということで、これがね、まあざっと整理したいと思っているフィルムなんですけれどもね、種類はね、こういうポジフィルムもあれば、まあほとんど多分ね、でもモノクロなんですよ。こうちょっとモノクロで撮ってたから。まあこれとかモノクロですね。これをね、ちょっと今からアプリを使ってね、ここにあるものは全部ね、海外で撮られたものなんで、それがね、海外のどこで撮られたのかとかっていうのをちょっとチェックしながら動画を作ってみようかなと思っています。でもランダムにね、ほんと、なんかこう、適当になんか一個残ったやつ、これがいいですか？これは何だろう。あ、じゃあこれをちょっと今、見てみましょう。で、ちなみにこれ実はね、ライトボックスじゃなくて、トレーシング台なんだけれども、これがね、結構フィルムとか確認するのにちょうどいいですね。はい。それじゃあね、早速ちょっとアプリを立ち上げようと思うんですけれども、アプリはね、こういう、もう立ち上がりがこの状態なんですね。カラーネガ、左からカラーネガ、ブラック&ホワイトネガ、あとポジっていう、この3つの、まあ、言ったらまあフィルムっていうのはこの、だいたい3つ、この3つですから、この3つすべてに、対応しているということで、今ね、ここに用意しているのは、これはモノクロなんで、このブラック&ホワイトっていうのを押してみます。すると、こうやって、もうかざすだけで、勝手に反転してくれているということですね。ちなみに、ちょっとこれ今、これは一体どこなのかさえちょっと全然わかんないんだけれども、ちょっと今一個、じゃあ適当に
撮影してみましょう。試してみましょう。はい、でこうやって、であとはここで露出とかもいじることができて、コントラストで、まあカラー、もうこれはモノクロだから意味ないけれども、でここでトリミングですね。でこうすると、はい、もうこれは、あ、もうね、これは僕はもう今大体分かりましたけれども、これは多分あれですね、インドですね。はい、このバス停、ちょっとどこかまでは分からないけれど、多分インドだと思います。でちょっともう一枚、ちょっと同じ場所で、ここはこれで大体分かったんじゃないかな、僕は場所を。あ、ただね、今ね使ってみると結構あの角度によってはもう全然こうやって真っ白に画像がなっちゃったりするんで、ここは多分あれじゃないかな、インドとパキスタンのボーダーの、我がボーダーじゃないかな。ちょっともう一枚ぐらい、でもこの辺になると一気に山になってるんですよね。あ、ってことは、違うかな、ちょっと、インドで山、これもパキスタンに入ってるのかな。ちょっとこの辺にちょっと山があるんで、あの、はっきり言ってね、かなりね、解像感は悪いです。はい。なので、ちょっとしたまあ確認用とかになると思うんだけれども、ただね、思ったよりやっぱり使いやすい。こっちのモノクロだったから、カラーネガがないかな。あ、これはネガですね。じゃあさっきはモノクロネガだったんだけど、これはカラーネガなんで、これを使います。んで、あ、待って、これは多分ね、アラブですね。アラブだけど、どこだろう、どこかが全然わかんない。ちょっとこの辺でじゃあ1枚撮ってみましょうか。はい、こうやってもう本当にカラーネガでもこうやってかざすだけで、かざして撮影するだけで勝手に色をつけてくれますね。ちなみにちょっとこれはね、多分ね、中東だとアラブだと思うんだけれども、シリアかヨルダンとかその辺だと思うんだけど、ちょっとあの、はっきりとした国名まではちょっとわかんないですね。もう一回ちょっと他のものも撮影してみましょう。この辺結構わかりやすいかも。いや、これ結構ね、楽しいですよ。うん。あ、これどこですかね。これシリアかな、ダマスカスとかなのかな、ちょっとわかんないな。これといって、あ、いや、違いますよ。これ見えてるじゃない、あるじゃないですか、ちゃんとこれ。あるじゃないですか、これ。これこれ、そうですね。だから多分ね、さっきのやつはエジプトじゃないな、やっぱりシリアとかだと思いますね。シリアかヨルダンとかだと思うな。これはだってもう問答無用のスフィンクスですもんね。でこれも、はい、でまあこうやってカラーとかも、なのでやっぱりかなりね、解像感はね、正直悪いです。はい、いやでもね、結構面白いな。砂漠とかこれとかってもしかするとね、この辺エジプトなのかな、もしかすると。あの、このエジプトに行った時はね、あのトルコからずっと南下していって、エジプトに、ヨルダンから船でエジプトに渡ったんだけれども、ヨルダンかな、これエジプトなのかな、エジプトっぽくないんだけど、多分ね、ペトラ遺跡だとかその辺のもののような気がするんだけれどもな。というわけでね、今ちょっとネガの、カラーネガを見ていただきましたけども、せっかくなのでちょっとポジフィルムをちょっとやってみようかなと思います。じゃあちょっとね、最後にね、ちょっとポジフィルムも1個、やってみようかなと思います。これはね、もうね、ポジなんで見ればわかりますけれどもね、これはね、どこで撮ったのかもすぐわかりました。これはね、パキスタンですね。あの、僕がね、20年ぐらい前にパキスタンにいた時っていうのは、ちょうどね、2001年の9月で、あの、9.11 がね、ちょうどあった時なんですよ。
そういうこともあってね、すごく印象に残ってますけれどもね。この辺ちょっとやっぱ人が映ってるのでいいですね。ポシュの場合はちょっとプロセスに時間がかかってますけれどもね、こういう感じですね。でまあちょっと色の変化とかもポシュの場合はつきやすいですね。ね、他にもなんか、あ、ここはね、これは同じくパキスタンの北部にあるフンザっていうところですね。ここはね、あの風の谷のナウシカの舞台になったんじゃないかって言われるぐらい風光明媚なところなんですよ。これはもうそうですね。でもね、やっぱりね、ポジに関してはね、このフィルムラボのアプリを通してやるとかなりこう解像感が悪くなってますね。こうやって自分の肉眼で見ている方はやっぱり全然綺麗に、色もね、やっぱり全然綺麗ですね。なのでやっぱりこのフィルムラボっていうのは、ね、カラーネガだとかモノクロネガっていうのにいいかなと思います。はい、というわけで今日はね、このスマートフォンのフィルムラボというアプリを紹介しました。で、まあ、紹介しつつ見せるのねフィルムをちょっと漁ってみたんですけれども、これからもねちょっとこの正直ね、今あまりこう動画にするネタっていうのはあんまりない状態なんで、こういったちょっと自分のこう実際日常やっている作業っていうのをね動画にしていこうかなと思っているんですけれども、この未整理のフィルムっていうのもね、このコロナ禍でねなかなかこう外に出づらい今だからこそですね、今のうちにちょっとこのフィルムも、かつてのフィルムっていうのもね整理しようと思うので、そちらの方もねまた動画にしていこうかなと思いますので、もし気に入っていただけましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではおもかげでした。